はい、本日はですね、11月のニュース、気になるニュースをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら久しぶりにやらせていただきます。っていうのも、なんでやるのかというと、11月、今月、めちゃくちゃいろんなもの出てきますよ。なんやったらもう12月になって寒くなってからダウン欲しいなんか言わんといてくださいね。もうそんなんね。僕のこのチャンネル見てくれる人は、もうとにかく早め早め早めに動きましょうっていつも言ってるでしょ。だからいつも早めに動きましょうっていうことなんですが、どんなアイテムが特に出てくるのと、まあ、ここにチラッとかかってあるけども、バルトロライトジャケットとかね、何やったっけ、ヌプシかな、あったりとかするんやけども、それがもうこれレビューしないやつばっかりで、実際もうレビュー終わっててメンバーシップの方に順番に出していってますので、それが終わり次第また一般公開っていう形になりますので、見ていただければいいんですけども、ちょっとこの動画だけ気になるニュースだけちょっと先に掘り込みますので、そんな感じでちょっと時系列バラバラになってますがお許しくださいということで、後々この辺のレビューもね、一般公開すると思いますので楽しみにしててください。ではですね、まず一つ目から気になるニュースいきたいなと思います。まあ1点目、皆さんが気になるところですよね。こちらバルトロライトジャケット2022年の新色、こちらにありますけどもね、これ気になるよっていう方非常に多いと思います。でこの11月がいよいよもうどんどん出てくる時なんですよ。で抽選外れたから、うわ俺無理やわと思ってはる方も安心してください。結構バルトロ買えます。で何やったら去年で僕 20% 引き 30% 引きのバルトロ見たんですよ。でどこで見たんかっていうと、石井スポーツっていうところでね、 30% 引きかな、なんかのバルトロがあったりして、えバルトロももうセールかかってんやと思うぐらいね。まあもちろん人気じゃないからですよ。人気のカラーはもう定価でもちろんなくなったり、プレネーちょっとプレネーになったりするんだけども、人気じゃないカモフラに関しては去年 30% か20%ちょっと忘れたけど、セールで売ってました。それぐらい場所場所によってはもう余ってるところもあったりするんですよ。だから基本的にはもうバルトラも買えないってものではない。ただ色を選ぶと買えないものも出てくるので、まあ、このグレーが多分今年一番人気になるんかなと思うんですけども、これに関してはもしかしたら予約じゃないと買えないかもしれませんが、僕ちなみにこれ予約しませんよ。普通にパーって通りカードにたまたまあったから、あ買いますって買って全色全サイズ揃ってますけどもね、買ったりしたんですが、バルトラが今月発売になってます。なんやったらもう先月から発売してるんですよ。実は僕10月にこれ買ってるんで、10月から発売してるんだけども、もう11月がほぼラストと思っていただいて結構です。12月になってから、なんかみんなバルトロ買ってるからバルトロ欲しいなって鼻くそ汁の中に言わんといてくださいね。もうそんな人僕のチャンネル見たらダメですよ。もう11月にもうとりあえず押さえとけということでね、押さえていただきたいなと思います。で逆にプレネでもし買う場合は12月入ってからの方が値段下がると思いますので、11月すぐでね、販売すぐやからプレネになってもちょっとガッて上げよるけども、もしどうしてもプレネでも欲しいっていう方は12月に入ってからでも全然遅くないかなと思いますのでね、まあそこまで寒くならんでしょう。だからいけるかなと思います。次がね、このナンガアーバンリサーチのコラボね、僕もレビュー動画出しましたけども、これがですね、今年の新カラーとして結構いろんなカラーこんな感じで出てるらしいんですよ。で、まあ読んでみるとね、ナンガアーバンリサーチドアーズの名物ダウンジャケットにターコイズやゴールドの新色が出てきましたよということでね、そういった新色のカラーが展開されてますっていうことなんですが、僕ちょっとこのジャケットは持ってないんでね、わからないんですけども、毎年コラボしてるこのナンガとアーバンリサーチのやつに関しては、ちょっとどうですかねっていう感じでね、お話はしたと思います。値段は安いんやけども、まあ、その分ちょっとコストもだいぶ下がってるよねっていうことでね、まあ、どうでしょうかっていう話はしたと思うんですけど、この新色の方がどうかわからんけど、まあ、こんなんも出てくるし、あとなんかって言ったらとにかくいろんなブランドとコラボしますので、どうしても俺なんか欲しいなと思ってある方でね、こういったね通常バージョンのやつ嫌やねんっていう方はもしかしたらね、コラボとかもいいかもしれないですよね。ちなみに僕これ今着てるやつもコラボですし、まあ、コラボって言っても、もう最高スペックのコラボなんで、これの倍ぐらいしますけどね。値段は倍ぐらいしますけども、どうしてもなんかで探されてるって方は、なんか別注とかで検索したら結構出てきますので、見てみるのもいいんじゃないかなっていうことで、なんかの新色とかいっぱい出てますよと。で、それ以外にやったらね、シエラパーカー、ノースフェイスの元祖のダウンジャケットって言ったシエラパーカー、僕よくおすすめしますよね。こちらのジャケット、とにかく、ノースフェイス神セブンの中の1個に入ってますけど、とにかく買っといてくださいと、セールになるんで買っといてくださいって言ってたんやけども、今年から仕様変わったらしいです。変わったんかいと、ほな話変わってくるやないかってことで、そうなってくると僕の中でベストセブンに入りません。なので今年から仕様が変わって、どういう風に仕様が変わったんっていうと、まあ、カラーリングはねこの横に出てるような感じで、茶色っていうのはおそらくないと思うんやけども、昨年まで使用されていたこの中の河川中綿プリマロフトゴールドから、普通のダウンジャケット、リサイクルダウンに変更されたっていうことなんで、洗えなくなったんですよ。だからクリーニングにこう出す必要があったりとか、こう気軽に洗えなくなったっていうところで言うと、2軍ジャケットとして持っといてください。特に居酒屋の時とか汚れた時とかめっちゃ洗えるんでいいですよって言ってたんやけども、用途がガラッと変わってます。だからダウンになっちゃったんで、これに関してはちょっと違う用途で検討される方の方がいいかもしれないんですけど、もしかしたらね、あったかいかもしれないんですけどね、わかりません。でおそらくやけど、生地もちょっと分厚くなってるはずです。40デニール言うてるんで、ちょっと分厚くなってるんじゃないかなと思いますけども、少し仕様が変更してますので、キャンプシェラショート
欲しいな、卓造が確か紙セブン入ってたし、値段もこれセールかかって安いって言ってたけども、それは2021年まででございます。ちなみに一応品番言っておきましょう。品番がですね、NY82032。これは旧モデルです。新モデルはまだ品番が変わっておりますので、それは僕全然進めてませんよ。卓造が進めたとか適当なこと言わんといてくださいよ。僕は違うって今回言ってますから、2022年のキャンプシェラ仕事に関しては僕一切口閉じておりますので、まだ買ってないし持ってないから閉じてるけども、とにかく手洗いはしにくくなっております。それは 100% 確実ですので、まあそういった変更があると。で、それ以外にはね、去年めちゃくちゃ人気だった僕も買ったんですけど、ナンガとスブのコラボのスリッパ、これポチに出てると思うんですけどもね、これもとにかくすぐ売れたんですよ。でもう12月の段階でもう全くなかったんですよね。っていうぐらい10月11月でバーッと売れていって、実はこれ先月の10月から発売されてるんですよ。で、いつから発売されてんのっていうと、10月1日からされてます。だから1ヶ月前から発売されてるから、欲しい人はとにかく早くポチりなさいということでね、値段も安いんですよ。まあ、7000円とかそんな、8000円とかそんなレベルで買えるんでね、ちょっとこうキャンプするときとかで、キャンプ以外とかでもちょっとコンビニ行くときとかってサンダルがいいんやけども、サンダルって冬寒いじゃないですか。そんな時は足元を包み込んでくれるダウンのサンダルがいいですよね。それがこのナンガとスブのサンダルなんですけど、これ皆さんいいですよって言ってたんやけども、今年も発売してます。ちょっと中の柄が変わってるんだな、ちょっと僕わからないんですけど、ちょっと変わってますけどもね、一応それも動画説明欄下リンク貼ってるんですけど、とにかく早く売れますので、欲しい方は早めにっていうことでね、12月なんてからね、すいません、タクゾーさん、ナンガとスブのやつ欲しいんですけどなんて言わんといてくださいよ。もう11月中に買いなさいということ、それがなくなったらプレネっていうことになりますので、よろしくお願いいたします。で、ね、最後はね、ちょっとまあニュース見てる中でこう気になるなーっていうところが、僕ちょっと2点あったんでお伝えしていこうと思うんですけど、まず1点目っていうのがね、マジックナンバーっていうね、ブランドから出てるダウンジャケットがね、結構武骨な感じなんやけども、暖かそうやなーっていうふうに思ってまして、っていうのもね、レビュー動画でも言ったんやけども、このヌプシが今年ちょっと僕の中で期待外れだったんですよ。仕様変更したから、すごいこうどうなったんかなって楽しみにはしてたんやけども、やっぱりもう落とすしかないんやなっていうところでちょっと残念な気持ちはあったんやけども、まあそれの代替としてこのマジックナンバーとかはね、良さそうやなーっていう印象はあるんですよね。で、僕全くこのブランド知らんかったんやけども、ニュースでパッと見た時に、そこそこパッて見た写真見た感じだったら綿も結構入ってそうやし、中のダウンも入ってそうやし、暖かそうな感じでシンプルやからね、使い勝手いいんちゃうかなと思って、値段も4万円ぐらいから、ちょうどヌプシと同じぐらいなんですよ。これちょっと面白そうやなと思ってたりしますし、あとそれ以外にはね、今月スニーカーも買いたいんですよ。で、ずーっと僕半年前から狙ってたスニーカーがあってね、それまだ発売されてないんですけど、スニーカーを好きな方やったら今年今月出るの分かってますよね。あれかなっていうの分かってると思うんですけども、どうしても僕ジョーダン1持ってなかって、今まで欲しい欲しいと思ってたけども、これっていうジョーダン1に出会わん限りは買わんとこうと思ったんやけど、やっぱこれ不屈の名作が出たんですよ。だから今年出るから、今月ね、もうこれはちょっとプレネでも買おうかなと思ってるんですけど、まあこのあたりが僕の個人的には気になるニュース。だからダウンジャケットに関しては、買い時はいつですかっていうと、ほんまは10月です。だから今月に関してはちょっと遅いと思ってます。多分そういや、10月からいっぱいダウンの動画出してたよねと。あれなんでなんかな、ちょっと考えてみてください。昔のことわざでもあったと思いますけども、ダウンを制するものは冬を制するっていう言葉があったと思います。誰が言ったんかわからんけども、言ったとしときましょう。で、まあ言ってないとしたら僕が言ったっていうことにしてください。だからとにかくダウンジャケットはね、早めに買ってくださいって僕いつも言ってるけど、12月になってからインスタの DM とかコメント欄でダウンが欲しいんですけど、売ってませんなんて絶対バンドでくださいよ。とにかく今月狙ってくださいということでお話ししときましたんで、まあそんなことでね、今月の気になるニュース11月編ということでお話しさせていただきました。で、12月、次来月に関しては、もう定番品は売り出した後なんですよ。だから何が出てくるのっていう、次はもう、別注とかコラボアイテムが12月で出てきます。これは毎年僕言ってますのでね、今回これ逃したよって方は、来月の別注品、コラボ品に滑り込むか、もしくはプレネで買うかという選択肢、もう1月以降お年玉貯めてね、セールやしバルトロでも買おう、バルトロってセールじゃないんですかなんて言わんといてくださいよ、ほんまにね。そんなことはもう一切僕聞きませんので、そのことよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、11月に気になるニュースということをお話しさせました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。